アズ神社は、千葉県木更津市アズにある神社である。祭神は音立花姫。旧社格は孫社。昔、ここを、アズの森といった頃、森を中心に、小池があり、これを、鏡ヶ池と呼んでおりました。これも日本穂高の悲しい物語に由来するものと思われますが、つまびらかではありません。祭神は、音立花姫で、江戸砂子に、君さ。 津和ず大名人はすなわち、音立花姫の霊社なりとあり、社殿にも日本穂高か古等生の右ぎり、相模から数さえ渡ろうとしたとき、海上に和歌に荒れ海に身を投じた姫のお袖が、数日後この近くの海岸に漂着したのでこれを、収めて、東神社を建てたとあります。作、安在純一明治41年千葉県、君津市場神殿に生まれる。初代、 後藤利平立花の義光の二代目門人の後藤昭三郎忠明の門人となる。昭和十三年、新設に立つで日展初入選、以後十五回入選。昭和三十二年、音立花姫像が寄贈される平成六年鬱血性、新不全にて、永明雲教年十五歳昔、この場所に、東の森があり、森の中心に、水がきれいに澄んだ形の良い池がありました。 日本穂高や従者たちはその池の水で喉を潤し、水面を鏡の代わりにし、疲れ果てた己の姿を見て、見慣れを整えたと言われています。また、その池には音たち花姫が使った鏡を沈めた、ところとも伝えられ以来この池のことを、鏡ヶ池と言われています。現在の鏡ヶ池は古い池を修復したものです。鏡ヶ池文久3年8月1日特攻民賞。 俗名一次郎という主言者が、富士山麓で33度の対岸上樹を記念して、建立したと言われています。富士山の火山岩を積み上げ、頂上に、富士本宮の最人気花魚姫命と二二木の、巫事の石碑があり霊峰富士が、さらに美しく、その走り水も手に取るように眺められたということでした。平成になり、剣道拡張に合わせて、今の場所に移設されました。 漁業の町として発展してきた旧東村としての海の守り神として七福神と共に海側を向いて祀られております。山の神様として山側に向けて祀られています。小さな社殿の脇には三円の石碑があり、厄介な虫を封じてくれる見ざる、言わざる、聞かざるの三円が更新信仰の神様として信仰されています。ありがとうございます。